株式会社日露はかつて存在した水産食品会社。旧商号は広漁業株式会社。筒見清六と平塚常次郎が北洋漁業を行うために創業した会社を起源とし、水揚げされた酒、カニなどの流通のために冷凍食品や缶詰の加工販売にノウハウを持つ。加工食品はけぼののブランドで広く流通された。 創業時の社名の日露は会社の公式サイトにおいては縦書きにすると日御日と分かち書きが可能であり日々の法量を示して縁起が良いというところからの命名とされている。また露は北洋漁業の漁場国であるロシアの漢字表記賞であるロシアの頭文字でもある。1905年の日露戦争が日本の勝利で終結し、 ポーツマス条約で北洋漁業の創業権を獲得して、ロシアのペトロパブロフスクカムチャツキーニヒロ漁業の漁業基地が設置されたことが由来。子会社に避け、カニの漁獲、加工のピーターパンシーフズ、インク、エビの漁獲、加工の PT アルファ、カーニアフィッシュエンタープライズ、水産加工品の製造及び販売を行う日商、ビロ坂屋新食品有限講師を持っていた。 2007年に同業のマルハと経営統合し、統合持ち株会社、マルハ日露ホールディングスの子会社になった。2008年4月1日にマルハ日露ホールディングス内の事業再編に伴い、法人格は日露とマルハの食品部門同士を統合したマルハ日露食品に改組された後、2014年にマルハ日露水産に吸収合併されてマルハ日露となった。 鍋島大道主事名役エビ連結市会社の会社分割、調合変更及び子会社設立のお知らせ、株式会社、マルハニチロホールディングス平成19年12月19日、サーモンミュージアム、マルハニチロ水産。今井翔一、道南、愛、ド調チリフレッシュ市民会館内ホール改修工事、函館新聞函館新聞社、2019年7月7日。 3面。2019年8月2日閲覧、ありがとうございます。